ということでね、詰将棋の方をご覧いただきましてありがとうございます。今回の詰将棋なんですけども、小手詰ということでお楽しみください。今回の詰将棋ですね、だいぶ密集した形になっておりますね。はい、ということで、棋譜読んでいきます。玉方1一香車、2一桂、4一香車、2三玉、そして、こちらですね、3四飛車、1四歩、2四歩、そして4四歩ということになります。ちょっと玉方駒が多いですね。攻め方1二と金、4三銀、そして持ち駒角が1枚金2枚ということです。では1分間です。はい、では解説していきたいと思います。まずですね、こちらでですね、3二角打ち、3二角打ち、これも同飛車で取るしかないですね。同玉で取ることはできません。で、一応と金を取ることもできるんですけど、と金を取った場合ですと、この2三銀、2三金打ちで即詰みとなってしまいますから、これ飛車でのね、取るしかないですね。はい、はい、続いての一手なんですけど、3三金打ちという手があります。3三金打ち、もうこれも同飛車で取るしかないですね。まあ、同玉で取ることもできるんですけども、これに関しましてもね、詰みの、手筋がありますからね、それも後ほど紹介させていただきましょうか。同飛で、最後ですね、2二金打ちで、これで詰みです。まあ、王様はどこにも逃げることができなくなりましたということでね、これでなると詰みですね。ではもう一度いきましょうか。初期状態、2三角打ち、2三同じく飛車、3三金打ち、3三同じく飛車、2二金打ちまでです。はい、ということでね、では先ほど言った通りね、それ以外の方法ですとか、まあ、ちょっと検討の方を、まあ、ちょっと読んでいくわけなんですけども、まあ、このと言っての通りしか、この一通りの方法しかまないのかなというふうに思います。で、まあ、これ一応ですね、2三角打ちしか最初の一手はこれないということですね。で、このね、時をね、取られてしまうとね、あれなんで、やはりこの2三角打ちっていうのがね、これが素晴らしい、3二角打ちでしたね。大変失礼しました。3二角打ちというのが、これが素晴らしいって、と言えるのではないでしょうか。なのでね、これ、こうしますとですね、玉からしますと、この時をね、取ることができなくなりましたから、やはりこれは飛車で取るしか方法はないということになるんですけども、こうきましたね。はい。そうしましたらですね、ここに金打ち、ここに金打ちというのは、これ一体何が違うんだということになるんですけども、ここに金打ってしまったらですね、最初のいたところに戻ってしまうわけなんですよ。戻ってしまうわけですから、ここにね、打ってしまうと、これまた飛車でこう来ますから、これで全くこうね、行ったり来たりしてしまって、全く意味がないということになりますね。全く意味がないことになってしまうんで、ここで、なんとかね、で欲しいということなんですね。ですから、まあこう金をこう来ますね。金をこう来まして、まあ同玉、角が来て、一応消えたわけですから、一応と金は玉方は取れるんですが、これも一応
2三金打ちで詰みになりますから、これも詰まないという、詰みになりますからね、王様は取ることができません。で、同飛車で、まあ、取るしかないんですけども、同飛車から来まして、最後この2二金打ちでしたね。2二金打ち、こちらでしょうかね。こちらで一応詰みの形になりますね。はい、ですね、一応ね、ここ2二金打ちありますよね。打ってみましょう。2二金打ちで、王様はもう取ることができなくなりますから、ここしかないですね。はい、こちらに逃げましたと。で、こうしますと、一応詰ませることはできます。詰ませることはできるんだとは思うんですけど、ああ、でもどうでしょうか。これ詰まないですかね。ああ、ここに香車がいるので詰まないですね。ここに香車がなければ、ここに角打ちができて、この詰みの手筋がね、できてしまうんですけど、これだとちょっと詰まらないかなというふうな形ですので、これちょっとね、詰みがないということなので、一応ここの金打ちはアウトとさせていただきたいと思いますね。先に金打ちというのはこのね、まあ、パッドということでね。ということなので、一応この一通りしかなかったということでね。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もご覧ください。